今回紹介するのはフジテレビアナウンサーの渡辺渚さん。1997年4月13日生まれ、新潟県出身。家の周りは田んぼに囲まれ、庭にキジが来たり熊が出たりと自然豊かな環境で育ちました。学校帰りは友達と田んぼのあぜ道を歌って歩き、近くの小川でザリガニ釣りをしたりといった田舎生活を送っていた渡辺アナ。子供の頃、父親は単身赴任で一緒に過ごした記憶はあまりなかったそうですが、2004年に地元で発生した新潟県中越地震を機に、家族一緒に生活したいという思いを自分から両親に伝えたことで生まれ育った新潟を離れ、愛知県名古屋市で3年間と11歳から神奈川県横浜市で育ちました。大学1年生の時にミス慶応コンテスト2016に出場したものの、コンテストは中止になったそうです。もしコンテストが開催されていたならば、渡辺アナの G カップバストが審査員の息子を熱くし、思わず失礼しました。大学生の頃、同期の佐久間南さんと同じく生島企画室に所属してタレント活動を行っていました。同時にフジテレビと TBS のアナウンススクールに通い、アナウンサーを目指した渡辺アナ。大学卒業後にフジテレビに入社し、アナウンサー業以外にもバラエティ番組などでも活躍。もしもツアーズの4代目ツアーガイドとして起用され、サマーズの三村さんから進行がスムーズでツッコミもできると評価されています。今後の渡辺アナの活躍も応援していきましょう。チャンネル登録と高評価、低評価でも構いませんので、よろしくお願いします。